あずちゃんの話しようかな。あずちゃんとね、ご飯に行ったんですよ。あずちゃんはジオゲッサーうまいじゃん。そう、だから、ジオゲッサーの話とかもね、してたんだけど、でも本当になんかね、あずちゃん、マジでね、いろんなことめっちゃ話して、一瞬だった時が、なんか癒されるんだよな、あずちゃん。昨日もやってた。都道府県1分40秒くらいだったね。いや、なんかね、そのね、あずちゃんの強さの秘訣を見たというか、で、ジオゲッサーの話になった時に、なんだろう、まあ、地名とかは全部覚えてたりすんのみたいな。なんかやっぱり暗記しなきゃいけないの、ジオゲッサーって。そしたら、早くなんのみたいな、そういうね、話になったんだよ。でさ、スバル今までジオゲッサーっていうのはさ、結構、ふんわり土地、なんか土地名当てゲーみたいな。まったりしたゲームなイメージがあったんだよ。もうすごい、まったり、ここはねー、みたいな。特にさ、あずちゃんのジオゲッサーだから、ここはこれかなー、みたいな感じで、そのあずちゃんのふんわりとした雰囲気の中で、まったり、こう、癒されながらやる、みたいな。そう、まったり散歩みたいな感じなのかな、みたいな。と思って、ジオゲッサーって全部地名とか覚えてんの、あずちゃんって聞いたら、あずちゃんがね、なんか、いや、さすがに全部覚えてないよーみたいな。あ、やっぱそうなの？でもあずちゃんすごいよね、あんなにうまいのにさーみたいな。話したら、あずちゃんが急にさ、なんか顔がちょっと険しいってか、ちょっとなんか真剣な顔つきってあるじゃん。になって、いやいや、でも、なんて言うんだろう。強くなるためには暗記が大事なんだよ。強くみたいな。え待って、ジオゲッサーって強さとかあんのみたいな。やっぱりそのガチ勢、ね、プロの方みたいな。遊びじゃねえのかもしれねえみたいな。なんだろうな。なんかちょっとあの時のあずちゃんの顔とさ、強くなるためにはっていうセリフ聞いて、ジオゲッサーっていうゲームの概念がちょっと変わったような自分の中で。もしかしたらあずちゃんは、戦っているのかもしれない、ジオゲッサーで。半端な気持ちで入ってくるなよ、ゲッサーの世界によ。すごい、命奪われそう。あ、なるほどね、プロゲッサーなんだ。でもマジで早いもんね。これが開拓者なんや。なんかさ、いい風に言ってるけどさ、違うやろ。あずきちの開拓者は違うやろ。それ絶対ジオゲッサーから来てないだろ。でも確かに初見の人がさ、へえ、あずちゃんのファンって開拓者って言うんだ、ジオゲッサーからかなってね、ワンチャンこれもまた開拓で、あ、そういうこと、伏線回収ってこと。デュエリストがなんか、一般人は帰りな、今からこの町は戦場とかすんだからよって言っちゃう、言いたくなる、あれと同じ感じなのな、あずちゃん。でもなんかすごい楽しかったわ、あずちゃんとお話しすんの。なんか盛り上がっちゃって2軒目行ったからな、普通に。いや、なんか最初にご飯食べて、いやー面白かったね、ちょっと買い物するかっつって、でまあ買い物をして、なんかの話になって、えちょ、もう一回どっか入るみたいな。お互いさ、夜とか夕方からさ、配信の準備しなきゃいけないからさ、かなんか早めに切り上げようみたいな感じの雰囲気あったのに、もう一回どっか入るかみたいな感じになって、どっか入ったかな。楽しかった、また行きたい。イエーイ、はいはい、うーぽんぽん、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。